肌に直接貼り付けられる生体センサースーパーバイオイメージャーに技術で迫ります。東京大学教授染谷隆夫さんがこれまで開発し注目を集めてきたユニークな電子デバイス、それらを特徴付けるのは羽毛のような軽さと薄さ、伸縮性です。腕の接合部のような可動部にセンサーを貼るためにはやはり伸縮性がいると、伸び縮みするセンサーの開発にどんどん発展していきまして、今の開発の源流になっています。染谷さんたちが駆使しているのはナノサイズの繊維を使って薄いフィルムを作り、その上に回路をプリントする技術。これがかつてない伸縮性を電子回路に与えました。こうしたセンサーをアクセルではさらに進化させます。肌に直接貼り付けられる生体センサースーパーバイオイメージャーの実現をプログラムマネージャーの松葉頼重さんとともに目指しています。いや、セルフケアですね、自分でケアする、そういった社会的なニーズが非常に今高まってきておりますので、しっかりとした情報が得られるような機器としてスーパーバイオイメージャーを開発していきたいと。もう一つの特徴はマルチモーダル化で、一つのセンサーを貼り付けただけで様々な生体の情報を同時に計測するということが挙げられると思います。装着時の負荷がなく、見守り期間が長く、様々な生体情報を同時に計測できるというのは従来になかった技術で、医療介護分野の応用が切り開かれていくというように期待しています。